ちは、おねくです。今回は NiziU の TikTok についての動画になります。まだ見ていないんですけど、NiziU から可愛いお届けっていう風に Twitter に書いてあったので、もうすごく楽しみで、いつも可愛いお届けしてくれてるのになっていう感じなんですけど、今回は NiziU の新たなね、ペアを見ていこうかなっていう風に思うし、やっぱ TikTok はね、そういう新たなペアをね、見れたりすることがすごく楽しみだなっていう風に思うし、TikTok っていうのはもう本当にね、いろんな NiziU を見せてくれるのが楽しみなのでね、早速見ていこうと思います。あ、この服あれじゃん、 NiziU の T シャツをリメイクした写真上がってましたよね。しかもこの3人このねデザインのね可愛さ、私りくちゃんみたいに頑張って自分でリメイクしようかな。まだちゃんと見てないんですけど、この服装がまず伝えたすぎて、まゆかちゃんどんな感じなんだろう、袖がない感じかな、ちょっとあんまり見えないんですけど、見えない、あ、袖ないタンクトップみたいな感じで、まこちゃんもここお腹見えない感じ、お腹をちょっとねシースルーみたいなつけてる。もう一回ちょっとちゃんと見ます。かわいい、やばい、やばい、もうキュンキュンいつもしてるよって感じなんですけど、あ、はい、こんな感じ。なんかまゆかちゃん、なんかすごい大人っぽい気がする。で、りくちゃんのこのお花のやつ、私ちょっと買おうと思ったぐらい、このりくちゃん可愛いんだよな。これ買おうと思ったんですよ。可愛い。で、まこちゃんもめちゃくちゃ帽子似合ってるなっていうふうに思うし。いやー、この3人最高ですね。はい、次の3人行ってみたいと思います。やばいな。行こう。あ、これ持つ3人。こっから持つ。あ、みーひちゃんじゃん。可愛い。あー、リバちゃんやばい。マンネ組？マンネ組だ。あー、これもいい。てか、ミヒちゃんのこの袖の感じめちゃくちゃ可愛い。可愛い、可愛い。で、リバちゃんもね、結構ここキュッてなって、パフスリーブみたいで可愛くて。ニナちゃんの服が見づらいけど、どんな感じだ？袖のところがピンクになってんのかな？あんまり見えないかも、これ。あー、ちょっと見づらいな。ちょっと、ちゃんと内容見てく。かわいい。ミーヒちゃんやばいな、これ。いやー、ウィンク来た。やばい、かわいい。この最後の顔かわいかった。はい、最後がマヤちゃんとリオちゃんと、あやかちゃんですかね。見ていきたいと思います。あ、ハート。かわいい！もうちょっと、待って。ちょっと待って、これ言いたいことがある。もうちょっとこれさ、上の余白みたいなところ上に詰めてほしい。できるだけ NiziU をいっぱい見たいから、もうちょっと待って、他の2つは、うわ、でも結構空いてる。あ、これが一番いいわ。ちょっとこれちょっと上空きすぎ。可愛いけど。これアクセサリー見てるとさ、まやちゃんとさ、にナちゃん作ったみたいに書いてあったから作ったのかなって思っちゃいますよね。でも、この、どうやってやんだろう、このあやかちゃんの感じ。めちゃくちゃ可愛いんだけど。どうやってやるのこれ。まやちゃんとりおちゃんの服がちょっと見づらいな。なんかこれは、この3人はちょっと、なんて言うんだろう、綺麗系ですね。ちょっと大人っぽい。結構この3人、私が顔だけで言ったらめっちゃタイプな感じ。かわいい。でもちょっとりおちゃん見えないんだけどって感じ。これちょっとあんま見えない。いや、せっかくならさ、ちゃんと見たいなって思うから、このリオちゃんの NiziU のマークのとこ隠れないようにしてほしい。わがままなんですけど。ちょっとなぁ、これ見えない。服も見えないし。みんな見たいなぁって思いますね。やっぱこの二人が、この、何この二人、二つが良かっただけに、この配置が可愛いんじゃないかなって思いますね。これをもうちょっと余白なくして、この配置的に、これが可愛かった気がして。で、これもね、すごい良かった。後ろがちょっと見づらいけど、でもこの3人の感じも良かったし、可愛いなっていう風に思ったんですけど、もっとリオちゃん見たかったなっていう感じはしますね。でも可愛いからいっか。まあ、全然。うわ、この種子欲しかったな。やばい、この種子欲しすぎた。ちょっと今、結構凹んでますね。私、この種子、最後の最後に買おうとして、なんかこちらの動画で買えなかったじゃないですか。なんかそれがね、めっちゃ悲しいなっていう感じですね。これ、持っとけばよかったな。
手につけれたのにと思ってちょっとね買わなかったことを後悔しています。はい、見てきたんですけど、私このキュンシリーズは結構 TikTok でねよく見る感じなので、この曲とかこの何をやるかなんか拾ってキュンみたいな感じのはたまに見たことあるんですけど、んー NiziU がねせっかくめちゃくちゃ可愛くやってくれたんですけど、なんかこれ上って普通開けるのこういうもんなのかな、わからないんですけど、ちょっとなんか余白が多すぎて、なんかその NiziU のこの服あるじゃないですか、リメイクしたやつもちゃんと見たいので、んー TikTok でねこれ他にもね何回もこの服装でやってほしいなっていうふうに思いました。これなんかの時に多分見れるのかな、なんかまだインスタとかでしか私は見たことないんですけど、この服装をね他の時にも見れるのが楽しみだなっていうふうに思うし、なんか本当はコンサートとかのそのアンコールとかでこういうふうに着てきたらめっちゃ可愛いなっていうふうに思ったんですけど、いつコンサートやってくれるのっていう感じですね。ちょっとそこがわからないんですけど、ただね本当にこのメンバー結構これ割と最近なんじゃないですか、そんな前ではないかなっていうふうに思いましたので、ちょっと最近目の NiziU が見れて嬉しいなっていうふうに思います。こういうやっぱねいろんなお洋服のね NiziU を見れるとすごくやっぱ個人的には NiziU のファンとしてすごく嬉しいなっていうふうに思うので、はい、これからも TikTok 楽しみにしていきたいと思います。はい、こんな感じでこの TikTok の感想などあればコメントに書いてくださったら嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てください。それではバイバイ。この前姉とカラオケに行ったんですけど、その時にその NiziU のカラオケがもうなんか流れてるよみたいな感じで聞いたので、 NiziU のカラオケを歌ってきました。で、なんかそこのカラオケが、なんか90点以上だとなんかナンパオフみたいなのがあって、最初に迷宮ハッピーを1曲目で歌って、93点出ました。嬉しい。もうそういう、ね、もう大好きな曲で出たの嬉しいし、やっぱりね、ラップ難しかったんですけど、楽しく歌えたなっていうふうに思いますね。カラオケに入ってくれるの嬉しいし、しかもね、4曲とも入ってるんですよ。ブンブンブンと虹の向こうへと、ベイビーアイマースターも入ってるので、メイキューハッピーだけじゃないところもね、嬉しいし、あとメイキューハッピーのね、PV とか流れたらもう最高に嬉しいんですけど、やっぱカラオケっていいなって思いましたね。結構 K-POP 自体歌うんですよ。私結構、読み仮名もついてるし、韓国語でいいかって感じで、韓国語で、どっちかというとその日本語バージョンより韓国語バージョンの方が好きなことが多いので、韓国語バージョンで歌うし、あと本人映像がついてたら結構日本語バージョンでも何でも歌うんですけど、って感じですね。で、この前はもちろん TWICE 歌ってきたし、この前は IZONE 歌わなかったんですけど、いつもは IZONE 歌うし、あと Oh My Girl も歌ったし、あと結構 K-POP ばっかりなんですよね。あと ITZY も歌ったし、K-POP カラオケ誰か一緒にしませんかっていう。あと SHINee も歌いましたね。結構ね、何でも歌うし、K-POP ってすごい上手く歌うの難しいなっていうふうに思うんですよ。やっぱ韓国語だし、なんかその自分の伸ばしやすい音とかが日本語と結構違ったりしてっていうところはあるんですけど、やっぱりすごく楽しめたので、いつかね、皆さんとこうやってカラオケとか行ける時とかあったらいいなっていうふうに思いましたね。ほんとすごい大好きなのでカラオケは。皆さんカラオケとか行きますかね？はい。そんな感じで、おやすみなさい。